はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの上頃です。マテリアルのあゆみです。上野日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ちょっとだけ周りが良くなってますけど、はい、こっちの話ですね。はい、今日はですね、4月の22日、はい、でございます。22日、また今日もね、ありますよ。はい、はい、ありますよ、今日夜、はい、ありますよ。あの大きな気になりたいと絆王子、やりますんで、はい、見に来てほしいなと思う日なんですけど、はい、はい、どんな日なんでしょうか。はい、どんな日なんですダイヤモンド原石の日です。はい、兵庫県中央区に本社を置く、はい、株式会社田崎ですね、はい、田崎真珠株式会社が旧名、はい、旧社名ですね。はい、田崎は世界的なジュエリーブランドです。はいはい、日付は4月の誕生石がダイヤモンドであることと、うん、ダイヤモンド業界では一つのダイヤモンド原石をついに分けて磨くことをツインダイヤモンドって言いますね。はいはい、通例のため、調和を意味する2ですね、うん、のツインの数字である22を組み合わせて4月22日をダイヤモンド原石の日とされております。ダイヤモンドの原石からその輝きを生み出すように、うん、女性の人生を今日より明日へ、はい、今日より明日へと輝かせることを、提唱する日とされております。なるほど、はい、ね、ということでね、うん、田崎に行くと、ダイヤモンドを、強化推進月間ということなんで、ダイヤモンドを進めてこられますよというそういうことですね、多分ね。でも行くと必ず進められますよね。はい、いや、まあ、間違いなくね、はい、間違いなくね、はい、まあ、大概いつもね、あのダイヤモンドの話になると思うんですけど、はい、あのまあ、4月はね、誕生石、誕生石がダイヤモンドですね、ね、ということで、はい、より推進されるということですね。はい、嫌われますよ。嫌われるな。違う違う、そんなことないよ。はい、はい、はい、で、もう一つがダイヤモンド原石から来てるのかもしれないですが、はいはい、ミス日本の日です。はい、東京新宿区新宿に事務所を置く日本らしい美しさで社会をより良くすることを目的とする一般社団法人ミス日本協会が制定いたしました。はい、はい、日付は1950年昭和25年4月22日に初のミスコンテストが読売新聞社主催で開かれたことから、記念日が作られました。はい、初代のミス日本には後に女優として活躍する、はい、山本富士子さんがね、はい、選ばれました。はい、はい、身体のプロポーションや、うん、外見のね、美貌、外見だけじゃなく、うん、理想や、理性や知性などの内面部分とか、はい、まあ、社会をより良くするための行動力という3つの、美を兼ね備えた真の美しさを持つ女性を選出するミス日本コンテスト、このねコンテストの意義をより多くの人に知ってもらうことが目的とされて作られております。はい、はい、まあまあ、要はあのミスコンの元というかね、うん、あの日本ではあの、まあ、なんせほらあの明治大正とか、うん、それ、まあ、大正デモクラシーが起こってちょっとね、うん、モガとかモボとかっていうのが出てきたけど、うん、あのモダンガールとかね、うん、モダンボーイとかいうのが出てきましたけど、まあ、でもミス日本みたいなことってやっぱ、ね、日本の社会の中ではなかなかできなかったんですけど、うん、まあ、戦後ね、うん、日本の社会にやっぱりアメリカのいろんな文化が入ってきた流れで、まあ、多分できたっていう話ですよね。はい、50年やから73年前。はい、73年前に、はい、ね、はい、まあ、山本富士子さんもね、うん、あの長く女優として活躍されてましたけどね、うん、はい、お綺麗な女優さんでしたが、はい、はい、そのミス日本の日、日本の、はい、ということでした。はい、はい、以上です。はい、ということで、はい、で今日の、このプレゼンありかなしか、はい、ね、久々にスタジオゲストが来てくれてます。イエーイ、嬉しいですね。じゃあもうね、早速呼びましょうか。はい、はい、今日の挑戦者、辻翔くんでーす。はい、ということで翔くんでーす。どうもどうも。はい、いや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 、あの翔くんといえばね、はい、私の4作目の、トモルデーですね。はい、はい、まあ、あのね、お坂部さんとも絡みありましたけど、はい、はい、あのヒロインのね、幼馴染相手役ということでね、はい、非常に何でしょう、
素晴らしい演技をして くださっててですね、もうこの間東京でやった時も、もう翔くんの話がすごかった。もうあの、いやあの子すごいねっていう、いや嬉しい、はい、あの評価を受けてましたね。ありがとうございます。はいはい、もう本当おしっこちびりそうになるぐらい水飲んだもんな。まあそれはちょっと一回置いといてもらっていいですか。本当にまあ、はい、ということでですね、その、はい、辻翔くんなんですけれども、はい、はい、今日は、何人来たん、こんだけ上げておいて、まあまあ基本は上げるだけ上げといて落とすいうのが、はい、まあ、基本やね。基本ですか。ですね、まああの、うん、ちょっと今回は宣伝に来させていただきまして、はいはいはい、実はですね、はい、あのまあ先ほどお話しさせていただいた、はい、あのともるとですね、はい、あと僕が初めて映画出演いたしました、はい、あの映画カバ、カバ、はい、2つの映画がですね、私の地元で出身地であります、はい、泉大津でですね、はいはい、公演されるという、同時上映されるっていう会があるんですよ、そうなんですよね、はい、そのもうだから辻翔がいかにね、はい、あの地元で愛されてるかって話ではあるんですけど、はい、お客さんの入りを見て判断していただく話になるんですかね、そうなると。まあまあ、まあ、そう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 ね、はい、ねえ、だから、はい、それが5月、5月の14日です。14日、3週間後なんですけどね。はい、そうですね、はいはい、14日日曜日ね。日曜日ですね。はい、で泉大津の何つとこ、泉大津のですね、あのアストホールというアストホールところがあります。これだから泉大津駅じゃないのよね。そうなんですよね、泉大津駅じゃなくてその1個、まあ、手前というか、あのというか南波側の方、ね、そうですね、南波側 の松の浜駅、松の浜、はいはい、はい、南海本線のね、はい、駅がありまして、そこから降りてもすぐ目の前にある。あの俺ね、松の浜ちょっとだけあの行ったことあって。あ、ほんまですか。うん、一回だけ行ったことある。お、あの吉尾のあのロケ地を探すのに、お、そこにあのちょっと、柔術道場があるって聞いて、へ、行ったんやけど、あのちょっと合わなくて結局使わなかったんですけど、はい、でも松の浜で降りた。あ、覚えてる覚えてる覚えてる。これだけのエピソードトークいりますかね。全くいらない全くいらないけど、まあまあまあ、そういうところで、はい、はい、ということなんですよね。で、まあ、それをプレゼンしに来てくれたということでございますので、はい、10分間何を喋ってくれるのかよくわかんないですけど、そうですね、はい、僕もこう一応行けますよって言って来た割には何も考えてなかったっていうので、うんうん、はい、まあ、なんかいろいろと喋らせていただこうかなと思っております、はい、ということで、10分行きたいと思います、はいはい、よろしいでしょうか。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、はい、ということで、5月14日にアストホール、はい、アストホールで、ね、でやるんですけど、はい、まあ、まずそのね、まあ、トモルとカバに出てくれてる、うんうん、まあ、カバが先にね、はい、出演されたということです。これでもね、はい、すごいのが、はい、あなたもうトモルでもカバでも、はい、もうこの全然真逆の役ですよね。そうなんですよ ね、そうなんですよ。まずあのカバの、はい、あの亮太、はい、ね、両太役、まあ見た目も今の見た目とも全然ちゃうし、そうですね、もうこの髪の毛ロン毛で後ろでここであのここ2ブロックにして、ね、2ブロックにして、はい、ね、もういかつ、ただただいかつ、あれはあのもともとあんなヘアスタイルにしてたわけじゃないよね。いやいや、もともとあのヘアスタイルだったんですよ。あ、そうなの。はい、あの高校の時に髪ずっと伸ばしてて、うん、でちょっとあの暑くなってきたからここ剃ろうっつって剃ったらあんないかつい見た目になりまして、あの見た目で私生徒会長やってましたから。マジで。そうなんですよ、はい、生徒会長やった。生徒会長やったんですよ。ほう、はい、ほう、ね、まあでもその見た目ですごい、もう生徒会長でもまあこんな風な、うん、普段こうベラベラ喋るタイプの、うん、ね、もうただただ明るいキャラが強い生徒会長っていうので、うん、あのまあ高校生活過ごしてたんですけれども、それでこう一回ちょっとあの、うん、出演してみいひんって話をいただきまして、うんうんうん、であの台本読んでみてこの役やってって言われたやつ見てみたらもう全く真逆やと、うん、はい、人殴ったこともないし、うん、ね、全然喋れへんやんこの子って思いながら、だいぶこう自分の中のやつを抑えて抑えて、まあでもすごくあのその意味ではすごく成長されていただいたかなという。いやだってそのまあ見た目的に言うとね、はい、まあまあいかついやん。まあそうですね、いかついやん、はい、でいかついあの見た目で生徒会長をやってて、はい、でもカバーでは確かにあの見た目バッチリやんか。そうですね。で喧嘩やったことあったの？喧嘩やったことは全くないです。あの一応ね、うん、あの泉大津ってある程度こう選手寄りっていうかね、ちょっとこう、うん、割とやんちゃな、ね、やんちゃな、ね、イメージあるよね。んですけれどもね、うんうん、私はそのなんか影響全く受けずに、だんじりなんてものも引かずに、おお、そうなんや。ただただ絵を粛々と家で描いてるような人間でしたので、はい、もう揉め事なんて一切起こったことないような、はい。いやでそれでさあんなさ喧嘩のシーンもあるやん。はい。
大変だったんじゃない？大変でしたよ。大変でしたよって言っちゃいますけど、本当にだから本当にね、そのパンチの打ち方もわからない、そうやね、なったので、本当にカバ先生役のね、新田さんと一緒にこういろいろと稽古をさせていただきまして、負けにキックボクシングのところにも一回行きまして、いろんなところでパンチやらキックやら練習しまして、アクションの白泉さんとかからね、教えてもらったりとかね、教えていただいて、なんとかこう形にはなったかなと思うんですけどね。本当にただ稽古の時にやってたプランと撮影現場になって全く違う動きさせられる。ああ、なるほどなるほど。ありありありとかでね、あるあるある、それであこうこっちにやるんやっていうので、ちょっと戸惑いながらも、でもすごくおかげさまですごいかっこよく撮っていただきました、ね。はい、いやいやいや、あれだから、あれもね、本当ね、やってる人間からすると拳の握り方見た瞬間に、あ、こいつ弱いと分かんない。あ、こいつ弱いなって。ああ、で拳のさ握り方、これカバー見といてもらったら分かるんですけど、うん、構えとか殴り方はまだ悪くないけど、握り方が下手くそです。もう嫌ですよ。見ながら何回も俺見てんだけど、何回も見てんだけど、今になって、とか思いながら、まあまあこれはしょうがないなって言って、まあ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 、まあ、でもね、はい、いやでもね、やったことない人間がそれをやるって、まあそりゃそうなんですよ。だって殺人犯だって別に人殺したことない人が、うん、人殺す役をやるわけですから、はい、やったことないことをやるわけなんですけどね、うん、役者っていうのはね、まあ、でも、まあ、それをね乗り越えて頑張ってね、はい、あんだけすごいこう役作りをされてるってのはすごいなと思うんですけど、 ありがとうございます。でそれで今度は灯る、はい、灯るですね、ね、はい、今度は喫音の少年という、はい、すごい優しい役、ね、しかも本当になんか優しさの塊みたいなやつ、ね、本当に本当にね、もうすごい、だからこう、うん、なんていうんですか、その、うん、もう1回目の出演からの振れ幅のギャップが ね、本当にすごくて、まあ内面的にはすごいこうちょっと共感できる部分があったりはするんですけど、いかんせん私まあ、見ていただいたら分かる通りめちゃめちゃ喋るんで、それもまた抑えて、ね、そうやね、はい、いやでも本当になんかすごいこう難しい役柄で、ずっとまあその声だけじゃなくていろんなところで表現をするっていうのをちょっとさせていただいたかなっていうのがすごく自分の中で、そうですよね、ありますね、本当に。だからまあある意味そのなんていうか、まあカバーと、はい、灯るって、はい、多分撮るその期間がさ、うん、間がちょっと空いてるやんか、はい、何年か空いてるやんか、だからその何年か空いてる間にどんだけ成長してるかっていうのを多分灯るで確認していただけるし、うんうんうん、まあもちろんそのカバーの時はカバーの時で、その時の一生懸命で頑張ってるんで、はい、まあそれもまた見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね、はいはい、順番的に言うと午前中に、まあ、11時からかな、はい、灯るが、上映されまして、でちょっとトークさせていただいて私の方で、うん、で、お昼からカバという形で、はい、上映される形になりますんでね、はい、はい、まあ、今回灯るが1000円、カバが1500円、はい、ということで、うん、一緒に見たからって安くなることはないんですけど、1000円と1500円で、はい、見ていただくという形になってるみたいなんで、はい、泉大津では灯る多分、いやっていうか、もうそもそも大阪で八尾以外でやってないからね、うん、あ、そうですか、そうロケ地の八尾以外ではやってないのよ、はい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 、まだ大阪府内では、うんうん、逆に岡山とかなんかちょっと遠いところではやったり、はい、長崎とか、ね、長崎とか東京でもやったんですけど、はい、大阪では実はまだ2回目なんです。そうなんですね。そうなんです。そうなんですよ。はい。それはそれは光栄でございます。そうなんですよ。だから、いやまあだから八尾というそのロケ地ね、うんうん、ロケさせていただいた、まあ、僕のふるさとでもあるんですけど、はい、でその八尾で1回目上映させていただいて、はい、そして今回は翔くんのね、うん、出身地ね、地元の、はい、泉大津で、はい、ということですから、はい、ですよ、それぞれねちょっとそういう縁故の強いところからまずね、っていう感じにはなるんですけどね、はい、3分前、はい、ぜひですね、泉大津の方にも翔くんの成長ぶりをね、はい、見ていただきたいなと、ぜひぜひ、はい、まあ灯るで成長ぶり確認していただいて、カバでまた、うん、何年か前、もう何年前や、あれ、そう
そうですね、僕が高校3年生4年4年ぐらいそうですね、ね、4年前やね、はあ、恐ろしいですねあのそれで言うとあのだから、うん、そのカバーに出てる妹がね、おお、そうね、そうなんです、僕そうよね、ネイロちゃんね、はい、うん、あの今雅子っていうね、はいはい、雅子ちゃんって言って、うん、あのゆうこ、ね、ゆうこの妹ちゃん役で ね, 役でね、はい、あの出ていただいたんですけど、ね、はい、あの子もだいぶでかくなりまして多分現場にもやってくると思いますので、はい、もしよろしければそれはそちらの方のねご確認もしていただければ、だいぶだい、まあ、まあの子もな、はい、あのだいぶ成長したから、ね、成長しましたね、だいぶなかなかあの自己主張するようになってますから、ね、いやとか、なんか、はい、嫌いとかって普通に言われる、最近私に対してもバリバリ反抗期なんで、ああだいぶ反抗期入っていたもうね、悲しい悲しい、俺が会うた時まだなんかお兄ちゃんお兄ちゃんやったけどな、うん、そうなんですよ、最近もう部屋から出てこないんでね、何の話してるんですか、ね、辻家の話、はい、辻家の話、はい、まあもしよろしければね、うん、あのうちのお父さんもトモルの方に出演しておりますので、いやもう何やったらあのカバなんかあの家族全員出演してるから、ね、ますのでね、はい、はい、お母さんもいますから、はい、はい、ぜひぜひあのウォーリーを探せみたいな気見ていただければなと、辻家を探せ、そうそうそう、お父さんはあのスナックで暴れてるおっちゃんやしな、はい、うん、でお母さんはバスで降りていくおばちゃんやしな、はい、そうなんですよ、言っちゃった、言っちゃった、いやもういいねいいねいいね、だからそれを探しにカバー見に行ってください、そうですね、ぜひぜひ、はい、はい、そうそうそう、はい、どこに おっさんおばおんねやろみたいなね、もうね、辻のパパはあの僕あの同い年なんで、はいはい、あの結構遠慮なくいろいろ言える相手なんであれなんですけどね、はい、はい、ということでそれが、5月の14日はい、はい、泉大津、松の浜駅の、はい、前にありますあのアストホール、でございますので、はい、はい、ぜひぜひ、これ予約かなんかいいの、あでも一応多分予約も多分電話したらできるんですけど、はい、はい、当日も多分行けると思いますんで、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、ということで、カバトモルの、上映会、はい、泉大津でやりますんでよろしくお願いします、お願いいたします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい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 、ということでございますね、はい、はい、まあ何やろうね、その人間って面白いよね、なんかどういうタイミングで何が来るか分からへんもん、本当ですね、ね、はい、でましてやそれをね、要はご近所の人たちに見ていただく機会ってなかなかないよね、本当にないよね、本当にないので、うん、で結構あれやもんね、泉大津の人ってカバー見に来てくれはったらしいから、あのシアターセブンでねやってる時とかに、はいはいはい、うん、だからまあトモルまだ見てらっしゃらない方すごくたくさんいらっしゃいますから、うん、はい、ぜひ、トモルをね、トモルでどんな演技をやったか、そうですね、すごかったですね、本当すごかったです、もう一番最後の撮影が一番大変だった、そうですね、本当に本当にどんだけ水飲むねんっていうぐらい水飲んでね涙出すためには水飲めって、そうです、もうそうなんやと思って、人間の体って不思議やなと思いながらずーっと飲んで、帰りの電車からずっとこう帰るまで駅降りるたびにトイレ行って、うん、ずっと出して何の話はい、ということで、下の話になったところで丸×いきましょうか、はい、はい、ドキドキですね、これは、知ってた丸か×かってどういう意味か、あんまりちゃんとは分かってないんですけど、あ、本当、丸やったらわーよかったね、で、バツやったら、はい、モザイクがかかってボイス信者かけられた。マジです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 。あ、もう、出てるの。楽しみだから、私もボイス信者。やめてくださいね、はい、もう、まあ、はい、ということで、では、よろしくお願いします。はい、いきます。出演者なんで、私が。あ、なるほどね。そうだね。ありがとうございます。はい、はい、はい。では、このプレゼン、ありかなしか、判定なんで俺にだけ見えるように怖い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 、あーやったー、よかったね、よかったね、よかったね、ただちょっと面白そうやからセーフでボイスチェンジ気持ちもあったりしてかけといたのか、はいはいはい、まあ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 、まあ、そうですね、ともるってね、うん、まだその劇場公開にはなってないし、うん、まあ、42分なんでなかなかね劇場ではかかりにくい作品だったりとかもするんですけども、うん、見れる機会って今なかなかね、上映会という形でしか、今組めてないので、うん、はい、まあ、まずは、見れるタイミングがあったらね、はい、その時に見に行っていただきたいなと思いますので、大阪の方は、
まあ、まず一番近いところが泉大津になりますの で、 そうです、ね、はい、5月14日、うん、アソホールよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は辻翔くんでしたやねんけど、はい、あの、うん、なんかこの後何後ろで座って見とくのもさ、うん、なんかもう多分手持ちぶさったやろしさ、まあ、そうですね、うん、せっかくやから髪切りやれよねえ、お前呼ばれて髪切りもやれってことですか。おうおう、まあ、やりますけどね全然やりますけれどもでせっかくやからさ、はい、あのほら、まあ、ここほらあのカバのケーキ上映もやってるしさ、はい、カバ切っていって。お、了解です。おだからあの俺らはコーナー 前で進めるから、はい、ここ後ろで後ろでここやっやっやっ切ってる時に俺らはコーナーやっとくからでエンディングの時にできましたっていう。あ、なるほど、ね、いいですね。いい感じじゃないですか。はい、はい、時間的にもいい感じだと思うんで、ね、はい、はい、頑張りますなんとか間に合うように切らないといけないっていうこの制約が課されましたけど、まあまあ約10分ぐらいあるから、まあ、まあ割と時間あるから、はい、もう一匹ぐらい作れるぐらい。なあ、なあ、楽しみ。え、これは何ですか。カバ何匹。カバ何匹そういうチャレンジですか。カバチャレンジ、何個並ぶかっていう。カバチャレンジ、カバチャレ、じゃあそんな感じで、はい、やらせていただきます。はい、ということで、はい、翔くんでした。ありがとうございました。はい、はい、次あゆみ。あ、はい、はい、お店の情報です、はいはいはい、本日ですね2回目命の尊さを考えるですね、はい、2回目でございます、はい、2回目です。1回目たくさん来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、はい、今日もやります、はい、大きな気になりたいと絆をと無限の一歩、こちら2つ上映させてもらって、はい、トークセッションもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんご参加ください、はい、18時30分スタートで18時、はい、受付開始となっております、うん、料金が2500円です、はいはい、まあ、2本ともね、あのそんな長い作品じゃないんで、そうですね、はい、あの、はい、30分と70分と、はいはい、合わせて100分、はい、100分、はいはい、です。ぜひ皆様お越しください、はいはい、そしてカバですね、はい、カバが24日、はい、月曜日、第4月曜日になります、うん、はい、カバね、はい、カバも切ってくれてます、はいはい、ぜひぜひこちらね、マテリアルでも上映しておりますので、はい、ご覧ください。料金が1500円となっておりまして、はい、お時間が19時スタートですね、7時スタートになりますので、はい、お待ちしております、はい、そして定期上映もう一つ水曜日です、はい、はい、吉尾誕生日編、はい、やっております。やってますよ、はい、作品で なっております。はい、はい、ぜひぜひお越しください、はい、これには翔くん出てませんよね。あ、そうですよね、はい、出てませんが、はいはい、26日に、上映はい、4月はね、はい、でまた5月も水曜日上映ありますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。お時間19時30分で料金が1000円と、ワンオンドリンク以上のオーダー制となっております。はい、はい、そして、傘の下が木曜日にありますが、はい、27日がちょっとお休みとなりまして、はい、27お休みで5月の4日もお休みになりまして、はい、次は11日になります。なるほど、はい、5月11日、はい、傘の下上映になります。はい、はい、こちら19時30分スタートで料金が1500円となっております。はい、はい、ワンドリンク付きです。あ、ワンドリンク付きになりましたね、うん、しました、はい、付きになりました。はい、はい、ついておりますので楽しみください、はい、そしてクリノコシティも、次は5月の12日になっております。はい、はい、ちょっとね、日が空きますが、うん、12日となっております。はい、こちら19時20分スタートです、うん、ちょっと10分早いのでお気をつけください、うん、はい、こちら料金1000円とワンドリンク制のオーダー制となっております。はい、はい、そしてあ、ちょっと順番飛んじゃったかな。5月1日に、はい、絆王子と無限の一歩、はい、はい、こちら上映がございます。単独、ね、はい、単独で、はい、本編70分とトーク30分がございます、はい、はい、料金1500円で、アンダー22歳以下の方が1200円となっております。はい、はい、1日と15日と28日は日曜日になりますので、うん、朝10時からやっております。はい、はい、はい、ぜひぜひこちらの方もお越しください、はい、はい、ゴールデンウィークの上映です。はい、はい、喜劇愛妻物語、はい、はい、上映します。先週ね、紹介しましたね、はい、はい、3、4、5、6、7と、うん、はい、5日間上映させていただきますので、はい、ぜひお越しください。お時間の方はね、ホームページの方ご確認ください。料金1000円と、ワンドリンク以上のオーダー制となっております。そして、3、4、5だけ、一緒にね、同時上映させていただきます。6600V、こちらを上映します。ドキュメンタリー映画、下本地隆監督のドキュメンタリー映画
山勢さんね、山部善次郎さんを追った、はい、ドキュメンタリー映画となっておりますので、はい、こちらの方もご覧ください、はい、そして新しい情報、はい、空と山と緑、はい、遥かなる旅路が、はい、こちら5月の13、14と2日間だけですが上映させていただきます、はい、詳しくはこの後です。はい、はい、以上となります。はい、はい、では行きましょうか。はい、はい、今日のグッドはい、成長を遂げた三姉妹の遥かなる旅路、はい、こちらね、航空事故で両親を亡くした三姉妹、うん、空と山と緑の、ね、名前がついた三姉妹、のお話。え、女の子で山っていう名前なの？すごいね、はい、でもこの漢字の山ではなく、うん、耳辺にこの示すに、ね、朝の、はいはい、はいはい、山ちゃんですね、はい、うん、空ちゃん、山ちゃん、みどりちゃんの、はいはい、3姉妹の、まあ、その事故でね、両親を亡くしてしまった3姉妹のお話、なるほど、はい、そしてね、最後に起こる奇跡が待っているという話になっております。はい、感動物語、はい、感動物語、はい、これね、YouTube ドラマで、はい、YouTube ドラマで10話まであるんですよ、はい、あ、そうなんだ、はい、1話7分ぐらい、めっちゃ短いのがある。なるほど、それを見てほしいんですよ、実は。はいはいはい、はい、10話あるので結構、うん、まあ、全部見るとね70分になっちゃうので結構な尺になるんですけど、うんうんうん、その後のお話の後というか、なるほどなるほど、続編の映画なんです。はい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 、はい、なので、あの YouTube 上で、うん、あの見ていただいた方がより楽しめるかなと、うん、なるほど、思います。じゃあ、まあ、それもね、あの、またまずは見ていただいて、はい、予習してから来ていただく、うん、それが一番わかりやすい、はいはいはい、そういう仕掛けって面白いですよね。ですよね、 YouTube とね、コラボして、はい、佐藤珠緒さん、佐藤珠緒さんね、これね、もう思いっきりここ出てますね、はい、出てます。お楽しみに、はい、楽しみにしてください。ぜひぜひね、ます、はい、はい、はい、なっております。はい、そうなんです、また私、はい、見てない、ね、見てるんで、ね、はい、はい、でも、佐藤編が、はい、まもなく通ってますね、そうですね、はい、はい、YouTube ドラマの方はね、ちょこちょこ楽しみ、なるほどなるほど、はいはいはい、どんな話なんですか、これ。さっき言ったから事故で、まあ、なくして、あの、家を売られてしまうんですよ、うん、まあ、お家をね、なるほど、で3姉妹が、キャンプ場、もう潰れたキャンプ場に、うん、移り住むことになって、で3人で経営していくっていうお話なんですけど、うん、あ、簡単に言うと、あ、なるほどなるほど、はいはい、でそこでこうなんか、うん、あの、起こる人間ドラマというか、はい、そういう話で、自然が豊かです。そうですよね。八ヶ岳。八ヶ岳。これね、1000円プラスワンオーダー制で、まあ、はい、入れるということなんで、はい、飲みながらね、はい、見ていただけますから、ね、はい、まあ、ここならではの、もう今だからフラットでやってますからね。そうですね、はい、はい、カフェスタイルというかバースタイルというかね、はい、そんな感じでやってますんで、はい、ゆっくりゆったり飲みながら楽しみながら、ご覧いただきたいなと思います、はい、はい、ね、はい、ということで空と山と緑、はい、遥かなる旅路、でございました。はい、ということで今日のグッチャーでした。今日編集多め、はい、はい、ということで、エンディングですね。あ、あれ、あ、なんか今できてる、おお、カバー、お、3匹、おお、生きてる、生きてる、はい、カバです、カバです、カバです、3匹、すごい、すげえな、ひっそりと後ろで、はい、できてますよ、やってます。いや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 、すごいすごいすごい、はいはい、はい、一応オレンジ日浦監督で、おー、そうなんだ、はい、そうなんだ、はいはい、ね、黄色が、うん、みんな違うもの持ってた、ちょっとあの表情とか変えてる、いやそうなんだ、すごい、日浦監督笑ってるやつ、いろいろとやらせていただいて、ちょっとまつげがある、はい、女の子になってる、え、マジでまつげまで再現してるの、お前すごいな、なんか、うん、はい、まつげ長めやもん、ということで、このカバは、はい、マテリアルに、はい、飾らせていただきますので、はい、どっかにあります、皆さん、カバをね、はい、カバの上映を見に来たり、はい、吉尾を見に来たりした時は、あ、これが日浦なんやとこれが大阪部なんやとこれが歩みなんやということで、確認していただければと
思いますね。はい、すごいね。すごい。素晴らしい。成功しました。大成功しました。はい。今日どうでした？今日どうでした？初めて参加して。いやいやいや、すごい楽しかった。初めてやるの番組は。初めて。いや、一回でも。あ、一回出た。ありますあります。ありますよ。やってもらいましたよ、その時。一回髪切り。あ、そうや、髪切りやった、やった、やった。忘れられてる。せわ。俺、あの時、あれや、あの帰りにあの一緒に飲みに行って。そうなんですよ。え、飲み屋でさ、あのガメラ。なんか作りました、作りました。ガメラ？ガメラ、家ガメラ。思い出した、俺。あんだけ喜んでいただいてたのに。めっちゃ喜んでたよ。そうそうそう、まあまあ、2回目出ましたけど、はい、どうでした？いやー、すごくあのまたまた楽しくて、うん、もうこんな無茶ぶりをしていただけるとも思ってなかったので本当に、いやいや、なかなか本当にね、何の打ち合わせもしてませんからね。素晴らしいね。ほぼほぼ打ち合わせ、あのある程度はしてるんですけど、してもう、はい、じゃあ、ほんで何みたいな、結構な無茶ぶりをね、できるのは翔くんやからと思ってるんですけどね。はいはい。あ、はい、ちなみになんですけどね、うん、その5月の14日の時に、はい、その映画カバの前に、はいはい、ちょっとだけ私のパフォーマンスを届けられる。あー、そっかそっか、生で見れます。生で見れます、皆さん。ぜひぜひ、よかったらリクエストしていただいたら作らせていただきます。あー、もうぜひ来ていただいてね、はい、はい、パフォーマンスも見て、はい、そしてカバも見るみたいな形で、はい、はい、来ていただければなと思いますね。はい、でちなみにですね、その会場ではじゃん、はい、こちらですね、これトモルのパンフレット、はい、東京で上映されるのに合わせて作ったんで、まだ関西の人誰も持ってませんが、プレミアムや、はい、長崎の人も持ってませんので、はい、泉大津が多分関西発売は最初になるので、うん、ぜひですね、泉大津の、アストホールに買いに来てください。見て買ってください。見て買って、はい、ぜひ、はい、ぜひね。で、これね、いろいろ仕掛けがしてある、うん、言いたいけど、見た人がすごく楽しめるように、はい、いろんな工夫がされてます。で、キャストのね、コメントなんかもなってました。盛りだくさんですよね。ちゃんとお坂部さんのね、コメントもあったりとかしますのでね、ぜひ、読んでいただければと思います。はい、900円です。はい、はい、そしてですね、もう一個だけ、これね、すいません、年明けの時にね、来ていただいてた、覚えてます、矢倉大吾師匠ね、課長の、はい、矢倉師匠なんですけど、が、4月30日なんと八尾のプリズムホールでですね、この、ですね、演舞河内音頭、演舞創作和太鼓の、イベントをですね、されます。そしてなんとね、もうここに持ってるのを見て、エレキギター大吾師匠、80歳だっけ、やねんけど、思いっきりエレキギター弾かれますから、はい、いろんな盛りだくさんです。河内音頭あり、演舞太鼓ってこうなんかこうぐるぐるこう回したりとか、それからババーンとか叩いたりとか、そういう踊りながら叩いたりみたいなのがある、そういうショーをね、されますので、ぜひこちらの方もですね、皆さん行っていただければなと思ってます。はい、矢倉師匠元気ですか？はい、翔子さんも、はい、翔子さん元気ですか？ちゃんと言ってるよ、はい。はい、ということで、盛りだくさんの、30分でございます、はい、30分超えてると思うけど、はい、でございました。はい、また来週頑張りたいと思いますので、はい、今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。